子猫のチーが始まるよ。うわー、かわいい。かわいいだろう。どうしたのそれ。104号室の明石さん、ハワイで娘さんの結婚式らしくてさ、しばらくうちで預かることにしたんだよ、このインコくん。大丈夫なの？うちにはチーがいるのよ。なんだ？ちゃんと見てれば大丈夫だよ。それに仲間だよって教えてやればチーも分かってくれるさ。なにそれ、獲物だ！うわー、本当に大丈夫かしら。獲物だ。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。すごい、喋ったよ。インコは人の真似をして鳴くからな。変な鳴き方。スーパー行くけど、傭兵も一緒に行く？あ、行く行く。じゃあケント君、お留守番お願いね。ああ、気をつけて行っておいで。行ってきまーす。さてと、お仕事お仕事。危ない危ない。あ、つまんないの。あ、はい。え、今からですか？わかりました、すぐ向かいます。あの人いい人だけど、いつも急なんだよな。よし、これで鳥かごのある部屋にチーは入れませんよと。あとは、あ、しまった、携帯だ。はい、もしもし。え、はい、大丈夫です、もう向かってますので。はい。こんにちは、こんにちは、こんにちは。
これこそ。仕事で出てきます。ケント君出かけたみたいね。お母さん、うん、これってまさか、僕もチーも。ポンポンラー、ポンポンラー。おいで、チー。ほらね、チーはチーでしょ。夜のお出かけがしたいって？大人の世界を知りたいのか。次回、チー出かける。猫集会だ、チー。